やってきました、かねよ食堂。ここはね、静岡県周知郡森町にあります。入り口はね、こちらじゃないです、裏側です。ランチメニューはね、こちら週替わり魚料理ね、900円、週替わり肉料理900円、麻婆飯セット、あ、これちょっと辛めだね、唐辛子が3つついてます、1000円、担々麺セット1000円、これも唐辛子が2つちょっと辛め、デラックスセット、セットね、1800円、食べたいけどちょっと辛めなんだね。バンバンジエビチリ酢豚がついて、行ってみようかな。ライス大盛りがプラス110円、そういう感じね。その他のね、メニューはね、いろいろあります。ちょっと見にくいけどね、一品料理がね、クラゲバンバンジー餃子、水餃子、春巻き、肉シューマイ、エビシューマイあります。揚げ物は鶏の唐揚げ、油淋鶏、とんかつ、エビフライ、魚料理もあります。イカかきソース炒め、エビマヨネーズ、アイエビチリソース煮込み、1100円、いろいろあるね、本格中華だね。酢豚チンジャオロースもね、麻婆茄子、麻婆豆腐、まあ、その他麺類ね、ラーメン、五目そば、エビアンカレーそば、飯物はチャーハン、天津飯、中華飯あるね、うわ、親子丼、カツ丼、カレーまであります。ごま団子もあります。甘味もあるんだね。ランチ食べます。これ2つはまずいかな。週替わり肉料理食べます。グルメ本があったんでグルメ本見てみます。浜松ぐるぐるマップ、通いたくなる庶民派グルメ、かねよ食堂 B57 に載ってるみたいです。ああ載ってました。森町で70年続く大きな食堂、四川料理から親子丼まで揃えた、カレーライスやラーメン、親子丼などと一緒に本格四川料理のメニューが並ぶ、ちょっと不思議な店だそうです。1955年の創業以来、森町の食事どころとして親しまれてきました。3代目が人気の丼物や定食類を受け持ち、4代目が中華を担当している。ぜひ食べてほしい料理はよだれ鶏だ。中国の詩人がよだれが出るほど美味しくて故郷を思い出すと語ったのが語源。なるほど。ここかねよ食堂さんはね、月曜日が定休日、ランチの営業時間は11時半から14時です。はい、これがよだれ鶏です。はい、ビール定食です。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。以上ですね。はい、ありがとうございます。はい、来ました、来ました。これが、ね、肉料理ランチでございます。すごいね。はい、これで900円。それではね、いただいていきます。じゃーん。ご飯と味噌汁、漬物。あとはね、ひじきと卵の小鉢、はい、サラダとフルーツもついてます。
い、それではいただきます。麦茶、うん、あ、麦茶だ。さあ、味噌汁か。うまい、味噌汁最高にうまいね。これはね、さつまいもの天ぷらがついてます。チリソースで食べるのかな。いただきます。うん、揚げたて天ぷらだね。サラダ、ポテサラついてます。うまい。本日の肉料理は何でしょう。あ、これは鶏の揚げたやつね。名前をつけるか。揚げ鶏のチリソースです。うまい。うん、そこまで辛くないね。もうちょっと辛いかなと思ったけど、このキャベツもね、チリソースで食べると、そういうことですね。キャベツとね、チリソース意外と合う。すごい、ね、和風と中華がね、合体してる感じね。はい、小鉢、卵焼き、ひじき、漬物、お、結構ボリュームありますね。お腹溜まってきました。キャベツチリソース、チキンチリソース美味しいね。チリソースね、もっと辛いかなと思ったけど全然大丈夫。 0.5 辛ぐらい、全然辛くない、美味しいです。はい、ラストね、チキンチリソース、うん、はい、最後オレンジ、いや美味しかったな。これでね、ランチ900円、めちゃくちゃ安い。まあここはね、たまに来させてもらいますけどね、いつもね結構混んでますね。いつ来ても素晴らしいお店でした。ごちそうさまでした。はい、本日はね、静岡県周知郡森町にありますね、金代食堂さんからでした。バイバイ。